い、どうも、力車のガンプ鈴木です。はい、私今すごく素敵な場所にいるんですが、今外の景色はねこんな感じです。うわ、めちゃくちゃ雪積もってるでしょう。気温もねほぼ氷点下に近いところで、今静岡県の御殿場に来てます。この度2週間ほど人力車で旅をすると言ったんですが、旅をスタートした2日目に大事件が起きました。何が起きたかと言いますと、右膝を怪我してしまったんですよね。でいつもならば頑張って走りながらね怪我を治していくんですが、今回は難しいなと思いまして、かなり苦渋の決断だったんですが、走ることをやめて今人力車だけは神奈川県の秦野において、今いる場所は御殿場のアメリカンスタイルのアパレルのお店なんですけど、かなり助けてくれました。この先もどうなるかわからないんですけど、一旦今日の動画はですね、皆さんにここまで来た経緯とか流れみたいなのを一挙大公開したいなと思いますんで、そちらを楽しんでもらえたらいいなと思います。じゃあ行きましょうか。それでは2022年人力車の旅、ついに開幕です。安全運転、いってらっしゃい。いよいよ2週間の、とてつもない旅が始まります。今回のルートざっくり話すと、浅草から尼崎まで540キロ走るんですけど、期間がこう2週間で、途中で北海道で友達の結婚式の余興担当なんですよ。北海道行きます。最後のね24日は旅っ子さんっていうね、そこのイベントになんとメインゲストで呼ばれました。10年前にナオトインティライブさんがメインゲストで出たやつなんです。で、僕はその2階席からね、うわ、ナオトインティライブ旅人すげえみたいな見てたんですけど、旅の重さになってこれ出てやるぞみたいなのを 大学生の時に誓ったんですよ。それがなんとこの10年越しに叶っちゃったってこともありまして、今回走ることにしました。はい、こんな感じで今回の2週間始まるとしてるんで、次回期間ですがみんなと一緒に楽しんでいきたいと思います。じゃあねー。旅初日の初差し入れ、まさかの銀のやつでした。いやー、朝日でしょ。いや、もう朝日しかないですよね。そうなんだ。うわー嬉しい。ありがとうねー。ありがとうございます。唐揚げ。唐揚げも、うん、うわ、ビールに唐揚げ。そう、最高じゃないですか。こんばんは。大変ですね。いや、大変ですね。んで、今日海老名ぐらいまで行っちゃおうかなと思って。はい、あと20キロぐらいあるんですけど。飯どうされるの？飯何も決めてないですね。あ、そうなの。適当に頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあね、車から声かけてくれた人はローソンで待ってるけど、こんな大したもん入ってないけど。ごめん、ありがとう。そう、今ちょうどコンビニで飲み物買おうとしてました。で、今神奈川県の、青葉区にいるんですけど、あと20キロちょっと走れば海老名に着くってところまで来ました。まあ、冬のね旅初めてなんですけど、すごく感じるのはめっちゃ寒い。暑いんですけど寒い。やっぱね、体の中が汗かいてこう冷えてくるんですよね。だから改めてね、冬の過酷さをね今知りました。多分時間で言うと 3,4 時間ぐらい走るんで、12時前には着きたいなと思います。結構ね足の疲労は来てるんですけど、まあ、初日なんでちょっと行けるところまで行きたいと思います。よし。はい、これめっちゃ遠い高いです。今これね、ずーっとこの歩道の方をね安全だと思って走ってきたんですけど、人力車ちょうど引っかかります。もうここ突っかかって通れませんね。はい、ここ当たります。ここ当たって、通れない。はい、ってことで旅中ね、こういうことがたくさんあるんですけど、こうやって動画に収めることあんまなかったんで、今やってみました。抜け出します。やだわ、マジで。246 2車線なんですよね。だからね、渋滞起きやすいから、結構人力車で走るのね、なかなか難しい場所でした。これ本当自転車とかだったら歩道通れるんですけど、人力車の歩道ね、ギリギリこう当たりそうな狭さなんで、結構難しくなってます。まあ海老名までね、時間でいうと2時間ぐらいなんで、頑張って耐えて安全に行きたいと思います。びっくりマンチョコいただきました。ありがとうございます。じゃ待ってます。すごい、今ザバの方々が交流してくれて、今夜の10時半ぐらいなんですけど、なんとファミリーマートで、ごちそうになることになりました。優しい。いや、めっちゃ優しい。いや、優しいよな。
これで飲んでも。マジっすか、いいっすか。今あの真っ暗な道走ってたんですけど、後ろからフォロワーさんがハイビームで道照らしてくれてます。いやー、道が見える、あげエビナ着きました。エビナのね、今中央臨海公園ってとこに来てるんですけど、これなんかショッピングモールなかっちゃう。これのどこで寝れるんやろ。めっちゃいい感じやわ。まあ、警備員さんとかね来そうやけど。五重塔超えて多分80ぐらいある。あいつ無事着きました。いや疲れた。はい、初日は52、3キロぐらいかな走ったんですけど、もうね体パキパキ。今ねなんとか動けてるんですけど、これ多分もう止まって体冷え切ったら確実にもうあの筋肉痛がやってくると思うんで、あのストレッチ入念にしてマッサージもして、ちょっとあの温まって寝たいと思います。ちょっと野宿スポット探します。唐揚げとビールうま。唐揚げ冷た。旅2日目にして右膝がめちゃくちゃ痛いです。右膝の横の方が痛いんですけど、久しぶりの旅のところでめちゃくちゃ体がねこの1週間ぐらい痛くなったりするんですけど、これもう慣れるしかないんですよね。まあ多分炎症を起こしてると思うんですけど、もうあの休む時間が全くないんでサロンパスいっぱい貼って、で今あのワークマンっていうんですけど、あのサポーター買いました。これであの膝を守るしかないんで、この作戦で今日は頑張りたいなと思います。膝痛い、きついぞ。まあまあきつい状態になってきました。いやあと24キロあるんやけど、いやこれめっちゃ迷います。どうしましょう。はい、ってことで苦渋の決断をいたしまして、一旦ちょっと3日間ぐらい走るのをやめて、右足の治療をしたいと思います。人力車を、先ほど出会ったワンちゃんの散歩してるその人のお家に、人力車を止めさせていただいて、であの火曜日の朝にちょっとあのハイエースで人力車を浜松まで移動しちゃうっていう。ただのに人力車を置いといてもらって、はいはいはい、静岡まで来るみたいなパターンでもありな、ありですか。全然ありっすね。はい、まあ、今回はまああの2週間でちょっと表現まで行かないといけないんで、だから目的があの自分の足でそこに行くっていうよりかは何としてでもたどり着くっていうのが目的なんで、この決断をいたしました。ということで今から3日間楽しんでいきます。いや本当皆さんありがとうございました。本当すいません、マジあの頭上がらないです。はい、お気をつけて。あの、はい、バイト明日あのちゃんとアパレルの仕事を覚えて、はい、バイトするんで。いいかつ、ここいいんすか、こんないいとこで。うわー、ちょっと最高っすね。